子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。本日はナイフの話なんですが、こちら写真の方ね、ご存知バークリバーのブラボー1、これね、8年ぐらい前に購入、9年なんのかな、購入しまして、まあ、長年にわたってこう使用してきたんですが、例えばのバトニングとかね、フェザースティック作り、あと渓流釣りのヤブコギの時もね、あの枝払いに使ったりとか、結構シャープに研ぐと枝ストンと落ちるんですよ、すぐ。あとハードなところだと、ガス管の燃料のガスのね、管のエア抜き、刺してエア抜きとか、まあまあハードに使ってたんですよ。でこれの鋼材が、CPM-S35VN という、高炭素の粉末から作るステンレス鋼なんですが、まあまあチップしてたんですよね。どういう感じでチップするかと言いますと、小さなマイクロチップみたいな形じゃなくて、割とこうね、広い範囲で、なんかこう、なんていうの、広い感じでポロって取れるようなチップの仕方するんですよね。あと先端の折れね、先端もね、なんかこうポロって取れる感じなんですよ。なんかガキンとこう折れるっていう感じじゃなくて、割とこうちょこちょこポロポロ取れるみたいな感じというか、でその度に洗い番手からまあ研ぎ直して、刃こぼれだとかこうね、チップ直していくんですが、そういうことを繰り返しているうちに結構ブレード痩せていっちゃったんですよ。まあ、そうやって研いでるうちにだんだんこうカスタム心みたいなものもくすぐられまして、まあ、ハンドル材のね、交換だとか、これウッドハンドルにしたり、ブレードの形状自体もね、ちょっと変えたりとかして、もともとのブレード厚は 5.5 ミリあったんですが、それ薄くしたりとかしてね、なんか俺流みたいな感じで手を入れては飽きて、また手を入れてみたいな感じを繰り返してましたから、気がついたらね、こんなになっちゃいましたね。でこれ最終的にね、イワナさばき用っていう任務を与えたナイフだったんですが、急にバークリバーの障害保障、なんだっけな、ライフワランティーとかっていうやつ、あれ思い出してですね、写真を撮ってバークリバーにメールしたんですよ。で文章を添えましてね、これもともとブラボー1だったんだけど、保証で直すことできますかってね、まあダメ元だったんですけど、まあ、問い合わせしたんですよ。そしたら返信がありまして、その内容がですね、こちらです。こんにちは、あなたのナイフを物理的に見る必要がありますと。ナイフを見ないと何ともアドバイスできません。当店にあるナイフの刃の量は非常に限られており、当社は製造元であり販売代理店のニーズに合わせて製造しています。私たちはお客様に直接包丁を作っているわけではありません。まあナイフですよね。このナイフを拝見したら修理可能かどうか判定し、修理できない場合は当店に交換用の刃がある場合に限り交換するか、最後の手段として返金させていただきます。ただし修理または交換ができない場合、全ての送料はお客様のご負担になります。返送送料については当社のウェブサイトをご覧ください。心からシャールという内容だったんですよ。まあそういう返信の内容だったんで、まあちょっと一回見てみるかということで、バークリバーに送ることにしたんですよ。郵便局のね、国際郵便で1800円だと思います。1500円か1800円ぐらいだったと思います。すると約10日後に連絡がありまして、その時の内容がこちらなんですが、こんにちは、今日あなたからのナイフを受け取りました。これは私たちのナイフではありません。嘘でしょ、これはブラボー1ではありませんって書かれてるんですよ。返送させていただきますが、前述の通り返送の送料はお客様の負担となります。心からシャール。まあ、こういう内容でブラボー1ではないって言われちゃったんですよね。私たちのナイフではありませんってはっきり書かれてたんですよ。それで私ね、後悔したんですよ。もう一度確認してくださいと。これは確かに私削りすぎましたけど、もともとはブラボー1だったんですよって、ハンドル材をね、
ちょっとこう外せば中はあのスケルトナイズタングになってるんで、おそらく同じなんですよね、その、スケルトンの形状が他のブラボー1と。それでもねブラボー1でないっていう言うんでしたら、まあ遠慮なくナイフそれ処分してくださいってあの連絡したんですよ、返信したというか。で私の心情的にはあのバークリバーのメーカー側がですね、これは検証した結果間違いなくブラボー1であったあの痕跡はあると、形跡はあるけどここまでね原型をとどめてないとなると我々も悪いけど保証できないって言われた場合はですよ、そうですよねと、しょうがないよねってなったんですが、あのこれはブラボー1ではありませんって書かれてね、私たちのナイフではありませんっていう返信は正直嘘でしょって思ったんですよ。まあそれはあの私がイメージしてた US 企業の障害保障のイメージとちょっと違ってるなっていうね、まあイメージの話なんだけど、なんか一気に冷めちゃってですね、もう使うことやめました。あの別に怒ってるわけじゃないんですよ、怒ってるわけじゃないんだけど、あのまあそもそも自分でカスタムしすぎたのが悪いっていうのは自覚してますんで、でもなんか微妙な気持ちになっちゃってですね、これを追うことをやめました。自分のねこういうやりすぎる性格は治んないんでしょうけど、今回はねちょっと反省する機会になりましたね。多分これ動画が出すとバークリバーファンの方にもうお叱り受けると思うんですが、ちょっとそういうことがあったという失敗談の報告でした。最近はあのこれしかない、もうなんだっけ、ジャックモンジャ、今はこれしかないんですよね。サバイバルナイフ的なものは買い直さないといけないですね。またケーバーでも買おうかな。あとこれはいつも台所で使ってるナイフです。これ海外の方に有名というかあの人気あるみたいですね。あとこれは魚さばき用、もともと牛刀だったんですけど、でっかい牛刀だったんですけど、これもちょっとカスタムしすぎて、まあ、こういう、でももともと使われてなかったんですよ、うちの中にある時も。それで私があのハタハタ釣ってきたり、あとハゼとかキスとかね、そういうちょっと小型の魚を釣ってきた時にそれをさばくようにカスタムした包丁です。というわけで今回はブラボー1を改造しすぎてバークリバーに私たちのナイフではないと言われたというお話でした。また面白いことあれば動画にしていきます。チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。最後までご視聴の方ありがとうございました。それではまた後ほど、さようなら。そういえばあの工具メーカーのスナップ音も障害保証やめたらしいです。